よっしゃ、じゃあもうゴースト持ってもうブンブン足早々陣やっていきたいと思います。録画開始開始 IDADC3 枚宇宙ドゥ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 、あ、こっちも2枚か、2積みね。 ADC の数何積みかでやっぱ負ける方が決まるから、相手3積みだから相手の負けだね。ラックスも ADC みたいなもんや、4積み4積み相手。ドゥ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 、ダービーさん、あ、言ってた、ゴーストじゃないなってなってた。うんね、ゴーストいらなくねって言ってた気がする俺。もうそこ通れると思うなよお前。エミアルさん、宇宙宇宙。あー、ごめんなさい、通ってくださいそこ。ごめんなさい。お腹コスミックドライブも積むか。そこは通、あなたの道です。ダオリンさん、痛いよ。ファーストブラッド。ファーストブラッド。え？ロシアにソロキルされるま？なんでしかもマナフロバンドなんこれ。誰がマナフロバンドにしたの俺の。ミスった。さっきからミスってんな俺。ここで押すんですよね。そしたらゼリーに行くんでこれを当てれないと。どりゃー。エムアルさん、運営の真心だ。え？怖い？この因子のところに当てて、ここに行こう。よし。でドン。やる気は感じたけど。うぃーうぅー、うん、なんか来てる。怖っ。はい、チームプレイ。 This is team。 あれ死んだね、上は。こういうことなんさ、なんか死ななかったな。マイチーム、これがワンチームです。いやもうこれもう肉包んじゃう、金持ってたから。フェアブーツ積んじゃおう。フェアブーツ足速いどー、これどうしよっかな。ダオリンさん、ダリオスのガヘルス買ってたよ。いやゼリーとラックスが寄るなと思ったんだけど寄らなかった。足の速さと相性いいですか？パッシブで足が速くなるから。クリティカル引いたら確か足速くなるんじゃなくて。ドーンからのポーン外していく。で次もまた3発目貯めてあげて、ドーン、はい、ナイス。タムキうどんさん、結局足速いやつがモテる。そう、小学校の時習ったでしょ。相手のスキルもかわせますからね、これで。ダオリンさん、そうそう、クリティカルで速くなる。カイトさん、ほうほう。まあ連戦この3匹削って、小学生までよ、足速くモテる。3匹削ってなんかこれすることだけ覚えとけばまあまあなんとか、まあ、あとは味方の CC に合わせて W を打ってあげてだけ。育ってるしラティファ行こう。
か普通に取ろうとするのやめてよ。エンゲージ。すごい、やって、こんにちは。ウルトはちゃうやろ。もうこれこうしとくだけでもう相手ここ入ってこれないから。おいドーン。やつどうだ。ウリウリ。ゴースト使うときやっぱ一回もないんだよな。いつゴースト使えばいいんだろう。いつゴースト使えばいいんだろうね。ドンドーン。からのドーン。誰誰誰誰誰誰誰。あんた誰。受けて。あはは。役に立ちそうだったのに唯一。え、あんた誰オブザイヤー受賞者あの人。え、あんた誰オブザイヤーいたんだけど。腐ってもエビさん、全員復帰するときに使うと強いですよ。バカじゃん。はい、身食いました。ありがとうございます、皆さん。このゼリー、ユキトさんの、この世の今後の。早かったのたのに必中で死んだ。え、何しよう。身、え、俺の身壊したからティルトした。俺の身を壊したせいでティルトしてしまった相手が。もう普通に取るのやめてくれよ、そのさっきから。普通になんかもっと申し訳なさそうにしてよ。安いのに。いや、そうよね。いや、そうなんすよ。あの、来た。ミニオン殴っちゃった。ビン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 、バーン。お前もラビファ持ちか。俺のが長いと思ったのに。悔しいぜ。足早いよ。なおさん、私タンクサポアムトを積んでる。うれ、足早いよ。モテるよ。あ、負けた。タンクサポのグゼムトリアツは確信犯だぞ。敵のタワーを破壊し。モテたな。カイトさん、足張ってわらわら。足早いよ。セナ助けて。
ありがとう。この4発しか逆に殴れなくてエースも上がんないからこそこの足の速さで相手のアグロを切るんですよ。ダオリンさん、ダンウスノが速い方がモテるって聞きました。この足の速さでこういうことですよね。エムアルさん、足速い殺人ってあまりにもホラー。ナオさん、ドームするから川の身も相手の身も全部食う。腐ってもエビさん、モテるよとかいうモテなさそうなセリフやめて、笑。モテますよ。あ、降参した。いい陣だったんじゃない。もうストームレーザーからの W の必中もいいね。ほぼほぼうまくやれば。ちょっと俺が W 下手だったけど。ナイスー。ダオリンさん終わっちゃった。なんかでも特にジンのコツ。マイオン発で全員死ぬから実質リロードないようなもんよ。ジンのじゃあちょっとしたコツね。ちょっとしたコツ講座ね。本当にこいつはもうね簡単。小沢さん、ケイトリンでも足速くしたりするの？いやしない。ケイトリンは足速いとこで。しかもこいつは足速いアイテムってさ、足速いアイテムってジール発生アイテムなんだけどさ、ジール発生アイテム積んでもさ、エースがこいつは AD に変わるから別にいいのよ。ラピファとか積んでもラピファのエース分がそのまま AD に変わるから。でもケイトリンとかは積んだらもうカスみたいなダメージしか出んから、こんなの積みやくったら。ナオさん、まさかラストヒットが重要だったりしませんよね。しませんよ。タヌキうどんさん、あと一人は味方だね。いやまずよ、まずジンのパッシブの話やけど、これってこれ4発目は体力対象の減少体力の 19% にある物理ダメージってあるから、こうやって打っててなんかのじゃこういう風に削るときにこうじゃなくて逆の方が強い。だからまあその挟むときはターンの後にこれ挟んでやった方がダメージは出る、その Q の分でね。であと連戦はこの、そうさっき言ったこれを使う。でこれほら足の速いから追いつくでしょ。ほらジンは珍しいタイプなのよ。でこれもあとなんかこう削れた時に打つとこの Q も対象をキルするたびにダメージが 44% 増加するっていうのがあるから、なんか均等に削れるとまあすげえこの反射した時にダメージが出ますよっていうのと、まあ、あとジンはエースが上がんないからなんかこう暇な時にこう混ぜつつね、いろいろ、あまあ今のは逆ね、だから最初に1スキル打ってね、いろいろ混ぜながら戦う。ドンドンドン、で、まあ、あとここはセンス、相手の癖を読む、一発目の避け方を見て、なるほどこっちに避けるんだなっつってやるだけで、あとなんか細かいけど、その今フリートフットワークのスタックあると思うんだけど、フリートフットワークのスタックを3でミニオンとか殴ると4でこう加速できるんだよ。だからこれいずれ追いつく、まあそのこうやって追いつくっていう、この殴れないなって時にこうやってやると足早いから殴って下がれる、こういうで。フリートフットワーク逆に止まってる時はこれを当てた後に逃げれる、足早く。足早くなるから逃げれるっていう、このフリートフットワークの発生タイミングっていうのもまあ実は重要だったりするけど、まあワイフだとそんなに重要じゃないかな。結局追いつくからな。っていうぐらいですかね。まあ、以上になります。ご視聴ありがとうございます。よかったら皆さんもジーン、あんまり流行ってませんが、使いたい方は使ってみてください。まあ、ユーティリティチャンプなんで、どっちかっていうと、この2スキのスネアに、2スキのスネアと3スキのスネアにいろいろ依存してるとこあるんで、そこも頑張って使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイ。